綺麗。というわけで今回はあまりにも美しいこちらのキーキャップを購入してしまったので、紹介しつつ気になる打鍵音についてもたっぷりお届けしていきます。改めまして今回紹介するのはこちら、セラキーキーキャップです。もちろんこちらはただのキーキャップではありません。なんとセラミック製キーキャップ。通常キーボードのキーキャップというのはプラスチックでできているわけなんですが、こちらのセラキーはセラミック、日本語にすればお茶碗とか花瓶のような焼き物でできているのです。すごいよね。ちなみにお値段は現在公式ストアにて144ドル、最近は1ドルだいたい140円から150円くらいなので約2万円。お安めモデルのリアルフォースやワイヤレスの薄型メカニカルキーボードである G913 テンキーレスのような憧れの高級キーボードたちが1個買えちゃうような価格です。果たしてこのキーキャップにそれだけの価値があるのかどうか、それはそのうち考えます。というわけで本体をじっくりと見ていきましょう。セラキーには結構いろんなカラーバリエーションが用意されているのですが、今回はクレイズというカラーを選びました。というか僕の場合はセラミック製のキーキャップだからというよりも、むしろこのクレイズというカラーのビジュアルがあまりにも良すぎたのでセラキーを買ってしまったという感じです。クレイズってなんだよと思った方もいるかもしれませんが、日本語にするとひび割れたという意味になります。こちらのキーキャップ、一見するとベースのホワイトにブルーが乗っかっているようなカラーになっているのですが、近くでじっくり見てみるとこのブルーの部分に細かいひび割れのようなものがびっしりとついているのです。これがかっこいいのよ。まさに陶磁器と言わんばかりの贅沢な美しさを楽しむことができます。僕自身時折東京国立博物館という日本を代表するものすごくビッグな博物館に行って、青磁や白磁などの古の中国で作られた焼き物を見てはニヤニヤするという大変崇高な趣味があるので、そんな陶磁器の美しさを自分の手元に、しかも大好きなキーボードに装着して使うことができるという計り知れない喜びを得ることができます。クレイズド最高。そんなセラミック製のキーキャップになっているので、本体はかなり焼き物感があります。ちょっといい感じの醤油用小皿を想像していただけるとイメージがつかみやすいかもしれませんが、表面はかなりツルツルでしっかりとした光沢感があります。触ってみてもものすごく滑らか、ザラザラのザの字もありません。ツルツル。またしっかりとした焼き物感があって結構な厚さがあるキーキャップではありますが、実はキーボードのバックライトなんかも綺麗に透過してくれます。明るい場所でもうっすらとライティングされているのがわかるんですが、暗くしてみるとより一層しっかりと照らし出されているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ビジュアルに関して不満なところはもはや一つもありません。ただただ美しい。なお今回は Glazed というカラーの無刻印を選んでみましたが、インジガールタイプのキーキャップも選ぶことができます。インジガールタイプも全然ありだなぁとは思ったのですが、僕の場合どの変態キーボードに取り付けるかまだ決めかねていたので、一応どんなキーボードでも対応できるように無刻印にしておきました。ちなみに変態キーボードという意味ではキーキャップのバリエーションがものすごく多いので、基本的にはどんなキーボードでも装着できます。それこそ通常の65% キーボードはもちろんのこと、こんな感じでスペースキーが2つに分かれているようなアリス配列キーボードでもちょうどいいサイズのキーキャップが入っていたので、しっかり全てのキーに取り付けることができました。ただしニズアトム66という 60% キーボードに関してはスペースキーの大きさがあまりにも特殊だったため、残念ながら全てのキーに取り付けることはできませんでした。というわけで長々とこちらのセラキーについて見ていただいたところで、ここからは皆さんにこちらのセラキーを装着したキーボードの打鍵をじっくりとお楽しみいただきましょう。今回は通常のキーキャップを装着した際の打鍵音とセラキーを装着した際の打鍵音を交互に聞いていただこうと思いますので、ぜひどこが変わったのか耳を澄ませてお聞きください。
というわけでお楽しみいただけましたでしょうか。それではここからは僕が実際にこちらのセラキーを使用してみた感想をお話ししていきます。まずは打鍵音について、今通常のキーキャップを装着したバージョンとセラキーを装着したバージョンの打鍵音をいくつか聞き比べていただいたと思うのですが、どうでしょうか。両者の違い感じ取ることはできましたでしょうか。まずかなり落ち着いた音になりましたよね。通常のプラスチック製のキーキャップを装着した際には割とカチャカチャというような高めの音が鳴っていたのですが、セラキーを装着した際にはそのような高い音というのがほとんど聞こえなくなって、結構重みのある打鍵音になりました。言葉で表すのならコトコトという感じ。まあこちらのセラキ焼き物でできていますからシンプルに重いなので、質量がある分打鍵音も詰まったような音になってかなり心地がいいです。聞いていてあまり気持ちの良くない音というのがかなり減って、全体としてかなりスリムな音になったような気がします。とはいえまあじっくり聞き比べたらわかる程度で、そこまでの劇的な変化があるわけではないので、打鍵を良くしたいという目的で購入してしまうとちょっと残念な気持ちになってしまうかもしれません。ちなみにお茶碗キーキャップって割れちゃったりしないの？と気になった方もいるかもしれませんが、触ってみた感じはまあ割れることはなさそうだなという感触です。ただちょっとどこかにぶつけてしまったり思いっきり壁に投げつけたりした際には角っこの方が欠けちゃいそうな感じはあります。実際キーキャップの表面はツルツルなのですが、物によっては取り付けの際にどこかにぶつけてしまったのか、キーキャップの角っこがちょっとガリガリするような感触になってしまったパーツもありました。多少扱いはプラスチック製のものよりも丁寧にしてあげた方が絶対にいいです。瓶詰めとかにして保存したら間違いなく角っこがガリガリになっていきそうですね。続いて取り付けについてのお話。通常のよくあるメカニカルキーボードに装着する際には何の問題もなく装着することができると思うのですが、少し注意した方が良い点が2つあります。まず1つ目はキーの重さ。こちらのセラキーセラミック製というだけあってものすごく重量があります。それこそアルファベット部分に装着する普通のやつでも 3.3g、 スペースキーに至っては驚異の 19.3g なので、キースイッチの重さによっては入力した際にキーがうまく戻ってこないということがあります。今回僕はこちらのニズアトム68という静電容量無接点方式キーボードにセラキーを装着して使用してみたのですが、こちらのアトム68はキーの重さが 35g となっており大変軽いです。よって通常のキーはまだなんとかなりましたが、スペースキーに関してはキーキャップの重さで入力した際にベコベコするような感触になってしまいました。これではいけませんね。一応セラキー側も自身の重さは理解しているようで、キーキャップと一緒に重さが 70g であるカイリボックススイッチというのを送ってくれるのですが、ニズのキーボードは当然ホットスワップには対応していないので無意味。キーの重さにはぜひお気をつけください。そしてもう一つがスタビライザー。今更ですがこちらのセラキーは裏側に十字の切れ込みが入っており、チェリー MX 軸に対応しているキーキャップになっているのですが、取り付けるものによっては少し入りが甘い時があります。僕の場合スタビライザーという部品を取り付ける際にはどうしてもぴったりとくっつけることができませんでした。これまたニズのアトム68というキーボードに装着した際の出来事なのですが、ニズのキーボードではスペースキーやエンターキーなどの横長キーにはこんな感じのスタビライザーが搭載されており、これをキーキャップ側にくっつけてからキーボードに装着するようなスタイルになっているわけなんですが、このスタビライザーがぴったりたりとはまりません。溝の深さが足りていないのか幅が足りていないのかは定かではありませんが、とにかくくっつかない。一方でキークロン Q8 のスタビライザーには普通に取り付けることができたので、つけてみないとわからないというのが現状ですね。少なくともニズのキーボードに装着しようと思っている方にはおすすめしません。定期的にニズのキーボードを押している人間としてこれははっきり言わせていただきます。最後にキーキャップとして実際に使用する際のお話。打鍵音や打鍵感については先ほどじっくりとお話しした通りなので、これまた使ってみて感じた細かい点を2つお話しします。まず1点、ホームポジションの突起がない。通常キーボードの F キーと J キーにはちょっとした突起がついています。この突起があることで我々はキーボードを見ずともいつも同じ場所に手を添えてあげることができるのですが、こちらのセラキーに関しては向
刻印タイプであろうが印字付きタイプであろうがホームポジションの突起というのはありません。そのため単純に突起があるキーボードよりも打ちにくくなります。僕の場合はこちらのセラキーを最終的にコルネチェリー V3 という超コンパクトな分割型キーボードに装着することで落ち着いたため、比較的印字や突起がなくとも一番端から2番目のキーがホームポジションということで、なんとなく位置は把握しやすいのですが、よくある板状のキーボードに装着した際には結構打ち間違いなんかが頻発してしまうのではないかという気がしました。まあセラミック製ゆえにちょっとした突起なんてつけたらすぐ欠けたりしてしまうのかもしれません。そしてもう一点、キーキャップの表面が丸っこい。よくあるキーキャップって横から見るとちょうど指がすっぽりと収まるようなくぼみが開いていて、入力するときには指をしっかりとホールドしてくれるような気持ちよさがあるのですが、セラキーに関しては横から見ると表面がかなりフラットです。真ん中がくぼんでいるように見えるやつもあるんですが、これはおそらくキーキャップの中にあるブルーの部分がちょっと奥まった場所にあるからだと思います。触ってみると結構フラットか、むしろ盛り上がっているようなやつもあります。この辺は焼き物なのでかなり個体差があります。まあそこは一つたりとも同じパーツ同じデザインのものがないという良さでもあるんですけどね。なのでキーを入力する際になんか気持ち悪いなという違和感を感じてしまうかもしれません。ただ違和感があるだけで実際の入力には何ら影響はないので、しばらく使っていればそのうち慣れていくと思います。というわけで今回はあまりにも美しすぎるセラミック製キーキャップセラキーを購入したので実際に使用してみました。ここまでいくつか気になる点というのを述べてはきましたが、そんなものはどうでもよくなってしまうほどのビジュアル、質感、打鍵感というのは間違いなく備わっています。こちらのセラキーについては今年の1月頃にクラウドファンディングが行われていたので、名前だけは聞いたことがあるという方もたくさんいるのではないかと思うのですが、僕が一目惚れしてしまったこちらのクレイズドというブルーのカラーについてはラインナップされていなかった記憶がありますので、このビジュアルたまらんなぁと思った方はぜひチェックしてみてください。この動画良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも旧 Twitter、X などやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。